ドメイドクラフトのイベントアシスタント、それがチーの初仕事なんですか？知らない人とお話しするのは緊張しますけど、でもハンドメイド作家の先生となら手芸のこととか雑貨のこととかいろいろお話ししてみたいです。チエ、頑張ります。アイドルの佐々木千恵です。よろしくお願いします。今日は先生の可愛い雑貨を見られると思ってすごく楽しみにしていました。かわいいものがいっぱい。あれ？雑貨を置いてるこの机、それにこんなところにポケットがありますし、かわいいだけじゃなくって使いやすそうです。はい、ママと一緒に作ったり一人でも作ったりしています。まだあんまり上手じゃないですけど。本当ですね。先生とお話ししてるのが楽しくって、時間が過ぎるのがという間でした。そんなことできません。先生とお話できただけでも嬉しいのに、何かもらうなんて。はい、それじゃあ、どうしようかな。そうしたらフォトフレームがいいです。家族とかお友達と撮った写真を入れて飾りたいな。ありがとうございます。それじゃあ、いただきます。ごめんなさい。大切な手作りのものなのに。
落としちゃって。
えておきたいですから。